どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうこるです。今日は近日テクニカルダンジョンに裏まんじゅ実装ということで見ていこうと思います。って言おうと思ったら、あ、なるほど、今回ごめんなさい、あくまで裏まんじゅが実装されるみたいです。はい、やべえ、おい、この情報だけで俺は今から8分間喋ります。よろしくお願いします。いやでもお前らが面白くなれるような動画にするから、ぜひ高評価よろしくお願いします。はい、ということでまずですね、テクダン裏まんじゅが7月14日今週金曜の夜18時、早から実装されます。そして、まあ、常設は7月17日月曜日12時からですね。もしまんじゅ取ってないやつはぜひ頑張ってほしいんだけど、まず多分みんなまんじゅ持ってると思うの。なんでかっていうと、まんじゅって確かルフィ、え、違うわ、カイドウじゃん。え、待って、まんじゅってさ一番簡単だったあれじゃない、カイドウでボッコボコにできたよね、まんじゅって。俺覚えてるわ、まんじゅ。え、まんじゅみんな持ってるでしょ、多分持ってる人めっちゃ多いと思うので、持ってるやつはもうナイス GG ありがとうございましたっていう感じのチャレンジなんだけど、持ってない人はぜひね、アホみたいに難しくなった裏まんじゅでぜひ称号取りに行って頑張ってみてください。最近のパズドラの新ダンジョン、マジで面白くないダンジョンが多くて、僕はあの強調まではギリ好きだったんですけど、いまだに奥調裏千住は1ミリも好きじゃないんですよ。なんでかっていうと、まあもう分かってると思うんだけど、協調までは、まあ、まんじゅまでは特にいろんなキャラが使えて、で、協調も HP250 万ぐらい積めば比較的いろんなキャラが使えたんだけど、もうまんじゅ、あの、ごめんなさい、奥調からキャラゲーになってるんですよ、完全な。で、奥調は、もうアホみたいにむずい難易度にしたにもかかわらず、その数日後に実装されたアグリゲートで、マジでイージーゲームになったじゃん。ね、みんな分かってると思うの、奥調マジ簡単にあったじゃん。で、あとはまあ、ウルザとかね、無骨とかね、新キャラゲーじゃん。ほんで裏千住バカみたいに難しくなって、はい、ウルトナ死にました、もう勝てませんになったら、そしたらガチャドラ実装、なんならルシファールシファー実装、はい、クソイージーっつってバカみたいに簡単に勝てたじゃん。ってことはもう裏まんじゅも一緒なのよ、バカみたいに難しくて、はこんなん勝てへんやんってなって、ほんで数日後にガチャ実装、新キャラ実装、はい、クソ簡単ですってなる。もうこの流れしかないの、最近のパズドラの新ダンジョンって。何一つ面白い要素がないから、まあ多分今回の裏まんじゅもどうせクソゲーだと思います。なのでまんじゅ持ってるやつはやらなくていいんじゃないかな。ほんでまんじゅ持ってないやつだけは頑張ってほしいって感じかな。で、まあ常設の方は報酬次第じゃない、報酬なかったら十分やる価値はあるしね、報酬まずかったらやらなくていいしって感じだね。まあ実際裏千住は報酬はかなり美味しくて、まあその難しい難易度に適した報酬がもらえるのね、裏千住って。だからそこに関しては全く文句なくて、まあ、バカみたいに難しいしキャラゲーだけど、その分報酬はめっちゃ美味しいの。そのキャラを取る価値があるぐらいには美味しいダンジョンになってくれてるから、これは普通に良かったし、だから裏まんじゅももし前回同様にめっちゃ美味しかったらやる価値あると思う。逆に裏百式みたいに全く美味しくなかったらやんなくていいと思いますっていう感じかな、が裏まんじゅとなっていますね。はい、であとやっぱ気になるところは新ギミックだね。多分明日か明後日ぐらいには発表があると思うのね、まあ、多分明日だと思うんだけど、ダンジョン詳細の発表は奥調で、なんだ奥調はもうなんか奥調はさ、あれね、でもね、まあさっき奥調はゴミダンジョンって言ったけど、あれは実際アグリゲートで集金してるから俺は好きじゃないんだけど、でも実際ダンジョンのクオリティとしては、実はあれはめちゃめちゃ素晴らしいダンジョンなんですよ。俺らが奥調クソもんねえわ、ゴミゲーだなって言ってるってことは、いいダンジョンなんですよね。で、実際奥調ってまあ最大必要 HP は200万なんですよ。で、割合対策も 450% で、しかも階層決められてるから、ある意味対策はしやすいんですよね。まあだからそういう意味では、奥調は、まあ、本当にパズドラ運営が、なんていうの、できる限りのクソギミックを詰め込んでるから、ある意味、まあ昔で言う裏マロみたいな、比較的いいダンジョンなのかもしれないね。まあ俺はもう、ゴミほど嫌いだけど奥調。こんだけ口悪くなるぐらい奥調は嫌いなの。でも裏千住は論外じゃん。もうスキルターンプラス1は何一つ僕は面白くないから、ほんと1ミリも好きじゃないダンジョンなんで、裏千住はほんと1ミリも好きじゃないんで、だから裏まんじゅが何になるかだよね。まあ、ってことで視聴者にちょっと聞いてみました、裏まんじゅ何になると思うっつって、まあ、まず先に僕の予想を話しておきましょうか。まず先に予想しておくと、僕の予想としては、まずやっぱりジャッカドロップなんですよ、まんじゅのイメージっていうのが圧倒的に。まんじゅといえば僕はジャッカドロップのイメージがあって、ジャッカドロップ 100% 目覚めでお願いします、ゴミダンジョンあとそろそろ同キャラ禁止、そろそろ同キャラ禁止も結構来そうな感じはする。いや待て、はい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 、ちょっと待って、今自分で言って俺すげえこと思いついたわ。同キャラ禁止絶対来ません、これ待って、やばい、これ言います理由。
これみんな、何、俺なんか一人で解決して今キモいと思うんだけど、ちょっと聞いて。同キャラ禁止は絶対来ません。なぜなら最近のパズドラウンウェイってぶっ壊れキャラを確定枠に置くことが多いじゃん、3600円みたいな。もし同キャラ禁止にした場合、そのキャラクター1体持ってれば OK なんですよ。そう、3600円1回買えばもう OK なの。でも同キャラ禁止にしなければ、そんなの1体じゃ足りませんよ、3体引いてくださいみたいな。はい、これね、わかりました。もう集金がはかどらなくなるので同キャラ禁止は来ませんね。だったら何、連続性必須とかそういう簡単なの来るのかな。ちょっと見てみよう、みんなの超根性重ねがけ、あー、ま、来ないんじゃないですか。まだなんかアップデートが来てないから来なさそうだけど、まあどうだろうね。超根性プラス、いや、どうなんだろう、来なさそうな感じはするな。最大 HP 半減、あ、もうそもそもダンジョンスタート時に、あー、まあそれはでもどうなんだろうね。敵の攻撃力2倍にすればいいみたいなところもあるから、あ、でもそっか、割合が多かったりしたらちょっと話変わるのか。あー、確かにね。ボス半分時チーム全体に10ターンスキル遅延、まあアグリゲートゲーやんけ、それよく考えたら。スキルターンプラスになんて来ないよ絶対。いや、あのね、スキルターンプラスになんて来ないっすよ、僕冗談で言ってますからね。そんな絶対来ないっす。あとね、スキルターンプラスになんか来たらね、普通にね、このゲーム終わりだから。 75% 根性から 50% 根性みたいな、まあ実際実装されてれば来そうだよね。まあ全属性必須プラス指固定、まあワンチャンこれはありそう。指固定ダンジョンとかはありそうっすね、久々に。パズドラ Z 一人から、最初は普通の盤面だけど動かせば超クライムになりパズル後に解除されるギミック、ありそう。何それ、ありそうなギミック、ありそうありそう。4体制限、いやいやいや、そんなことしたらみんながキャラ引かなくなりますから、引かなくなりますから、金儲けができなくなるんですわ。ないないない。あ、でも一時的に変身強制解除とか上限減少とかありそう。それはマイネクロネムーブ 60% アリアイからのうざめのダメージ、悪魔やんそんな。でもちょっときそう。スキルしようか。おい、マジで勘弁してくれ。一体ランダムでモンポに変えられる、いいね、これにしよう。でもスキルターンプラス1マジできそう。 HP マイナス3万ありそう。落ち込み余地が刺さるギミック来そう、来そう、え、来そう、めっちゃ来そう。だって来そう、今んとこ落ち込み余地ゴミスキルだもんな、はっきり言って。俺スパイファミリー好きだけど落ち込み余地はマジで工夫もないね、利用価値のないスキルだと思ってるから、来そうだねマジで。はい、まあいろいろありましたが、という感じでした。ドロップ動かすのなんてまで悪魔じゃん。あ、ということでね、今回裏まんじゅう予想する動画でしたが、まあ結局こんなこと言ってますが、明日明後日くらいにはね情報来ると思うんでね、まあそれ楽しみにしておきましょう。まあ、ちょっと口悪すぎたんで、この動画バレないように高評価を教えてください。じゃあチャンネル登録、高評価、アジャース、お疲れ様でした。バイバイ。